わーい、僕の勝ち。カイト、足が速くなったな。本当にこんなに大きくなって。あっという間だったな。お、パパ、なんで泣いてるの？お姉ちゃん、僕と一緒に逃げよう。黙って聞いていればどさくさに紛れてこのチビが。さっさと帰れ。やだやだ、絶対帰んない。俺は絶対帰らんぞ。なんだ。なるほど、事故の後目が覚めてなんでこんなところにいるのか不思議だった。そうか、ここはあの世か。いいえ、まだご存命です。だから早く帰ってください。おじさんも帰りたくないの？僕と同じだね。二度と来ねえぞ。はい、ご利用ありがとうございます。達者でな、坊主。お前とも妙な縁だったな。またどっかでな。将来のこととかまだわかんないけど、ちゃんと勉強して助けられたらいいなって思ったんだ。ゆずちゃん。もしかしてカイトさん。しばらく見ない間に縮んだね、ゆずちゃん。お父さんが出かける時間だから帰らなきゃ。バイバイ、ゆずちゃん。カイト、起きたか。買い物に出かけようぜ。カイトが子犬の頃の写真ですか？飼育ボランティアさんがたくさん撮ってくれたんです。主人は事故で視力を失ってからすっかり塞ぎ込んでいましたが、娘も独立して寂しく過ごしてきましたけど。さて相棒、今日も頼むぜ。